スラフスクの首相スラフスクは、ロシア西部トビチのカリーニングラード州北部にある都市。1945年以前は、ドイツ領東プロイセンに属し、ドイツ語で、ハインリヒスバルデと言った。リトアニアとの国境の町であるソビエツクの南西1 5トルに、あり、ネマン川からクルシューカタにかけて広がる、低湿地に位置している。 人口は2006年で5000人ほど。2002年国勢調査で5172人。1989年ソ連国勢調査では4682人。1939年の人口は3467人であった。1292年よりハインリヒスバルデの名で記録に残っている。1818 18年には、 ニーデルング軍の行政中心地となった。第二次世界大戦後、東プロイセン北部はソビエト連邦に併合され、1946年には死の地位を得て現在の名になった。スラフスクは栄光の町の意である。州都カリーニングラードとソビエツクを結ぶ鉄道の駅がある。スラフスクではネオゴシック様式のルーテル派協会が再建されている。また、 ロシア正教会の伝統的な様式の制度が計画中である。第二次世界大戦前は庭園の町として知られ、ティルジット郊外の日帰り観光地でもあった。ありがとうございます。